さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、夏服の購入品とそれを使ったコーディネートを紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、今回無審査のアイテムたちを使ってやっていきたいなというふうに思っております。っていうのもですね、今ちょうどまさに無審査がモンスターセールをやってるんですよ。年に2回6月と11月にあるモンスターセールっていうのがあるんですけど、本当に1年を通して最大の割引率というかセールイベント、12日から24日までやってるんですけど、すごい割引率も高かったりとかして、最大85% オフとかあるらしくて、なので今回はその無審査たちの夏アイテムの紹介と、それを使ってコーディネートもいくつか紹介していければなというふうに思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では紹介していきたいなというふうに思うんですが、多分無審査してる方も多いと思うし、私も何度か YouTube でも紹介はしてると思うんですが、韓国ブランドがめちゃくちゃたくさん集まったお店というかサービスなので、なんか日本にまだ来てないブランドだったりとか、韓国でも実際に人気なブランドが結構集まってるっていうイメージなんですけど、私の中では。だから結構まあ韓国のファッションが好きな方では使ってる方も多いと思いますし、やっぱ韓国ってさ、すごいファッションだったりとかコスメとかスキンケアとか、本当美容大国っていう風にも言われてるぐらい、そういう感度が高いっていうか、そうだからすごい可愛いお洋服たちがたくさんあるんですが、そんな中で今回ちょっと私がゲットしたアイテムたちを紹介していきます。全部で6点ほどあるんですけれども、まず1つ目が、今着ているこちらのトップスをゲットいたしました。こちらからファッチフォーウーマンっていうところのトップスになります。ちょっとタイトめな感じのこのワイシャツっていうんですかね、になっていて、ところどころにこうレースとかが使われていたりとか、あとはこう生地がめちゃくちゃ可愛くて、うっすらストライプ状になってるんですよ。そこもすごく私的には気に入ってるポイントになっております。最近私こういったちょっとタイトめなコンパクトめなシャツっていうのがすごい気になっているアイテムで、海外とかでもすごいこういったトップスをよく見かけているので欲しいなと思ってたんですけど、あんまりこういった形って私は見かけることが少なかったので、今回こう無審査のねアイテム見てる時にこのシャツがビビッときてゲットしました。サイズ感もすごいちょうどいい感じで、タイトなシャツなのでちょっとまあ動きづらいというかっていう印象もある方いるかもしれないんですけど、これちゃんと袖のところもねゴムになっていたりとかして、すごい動きやすいです。思っている以上に結構生地もさらっと割と薄めなので、夏にもねすごくぴったり涼しく着られるかなっていうふうに思います。去年ぐらいからかな、バレーコアがずっと流行ってきているので、ちょっとこういったレースだったりとか可愛らしいようなアイテムっていうのをすごい私も集めたりとかしてるんですけど、まだこの形と思っていなかったので、今回ちょっとゲットできて嬉しいです。すごいシンプルだから、いろいろ着回しとかもしやすそうかなと思ってゲットしました。では続きまして2つ目が、じゃん、こちらのスカートをゲットいたしました。これも同じブランドラファッチフォーウーマンのところのスカートになっております。こんな感じのふわっとしたフレアスカート、素材もねすごい軽い素材なので、ふわっとさらっと履けるようなスカートになっています。でこれの一番可愛いなって思ったポイントが、このウエスト周りなんですけど、ちょっとこう切り替えがねされてると思うんですが、割とこう下目に切り替わってるんですね。この幅が広いっていうか、最近はやっぱボトムはローウエスト、ローライズなボトムが結構私も気分でよく最近は集めてるんですけど、ちょっとこれも腰を落として着てあげて、あえてこうウエストの位置を低く見せるっていうローウエストのスカートっていうのもすごくトレンド感があって、個人的には欲しいなと思っていたアイテムだったので、それも見つけてゲットいたしました。結構このスカートは思ってる以上にボリューム感がすごいあるので、体型カバーとかもできるかなというふうに思うし、あとウエストは後ろはゴムになっているので、全然こう着苦しくもなくというかな感じで、すごく良かったです。あとポケットもねこれついてました。サイドに2つ、両サイドにポケットもついていて、で私今回カラーは若干クリームっぽい感じの色にしました。夏っていうのもあって、こう明るいカラーでちょっとこう爽やかな感じで着れるかなっていうのと、白すぎないっていうので割とこう挑戦しやすいかなっていう風にも思ったので、はい、今回はこちらにしました。裏地もしっかりとついていたので、透ける心配とかもそこまでないかなという風に思います。では続きまして3つ目が、じゃん、こちらの今度はデニムのスカートをゲットいたしました。そしてさっきとシルエットがもうガラッと変わって、こっちはタイトめなスカートになっております。こちらのスカートはセターっていうところのスカートになっております。丈感も結構長めになっているので、割とこう大人っぽく着られるような
デニムスカートなんですけど、これねデザインがすごい可愛いんですよ。ちょっとこう裾のあたりが切り替えになっていたりとか、スリットも結構深めにがっつりと入っていたりとかして、一見シンプルなデニムスカートに見えるけど、ちょっとこういったディテールのところがおしゃれなスカートになっているなって思います。あとはこのなんかダメージ具合っていうかブリーチ具合もちょっとこう色あせた感じもすごく可愛くて、個人的には気に入ってます。ダメージもこの裾のあたりだとか後ろのポケットとかもこんな感じでダメージ入ってたりとかして可愛いです。すごい可愛いこのスカート。これは一応生地的にはストレッチは効かない生地なんですけど、その分なんかすごくしっかりとした感じがあって、1枚着るだけでちょっとコーディネートがワンランク上がりそうな感じのスカートになっているかなというふうに思います。では続きまして4つ目がじゃじゃーん、こちらのキャミソールをゲットいたしました。私夏は本当キャミソールをめちゃくちゃ着るので、本当暑がりなので、そうだから結構毎年毎年キャミソールいろんなのゲットするんですけど、今回はこちらのグローディのキャミソールをゲットいたしました。よく見るとこれ花柄になっていて、細かいちょっとこう穴の開いたコットンの生地になっていて、そこもすごく可愛いポイントです。本当にシンプルなキャミソールなので、すごく着やすくて使いやすくって、持っていてなんか損はないかなっていう感じのキャミソールですね。私今まで割となんか無地のキャミソールとかを着ることが多かったんですけど、意外と私こういう小花柄のキャミソールはあまり持っていなかったので、今回これポイントになるかなと思ってゲットしました。生地感はすごく柔らかくって肌触りもいいんですけど、全然ペラペラ感もなくしっかりとしたキャミソールになっているので、長くこう使っていけそうかなっていう風にも思います。このストラップの長さだったりとか丈感も私的にはすごく好きな感じでした。では続きまして5つ目がじゃじゃん、こちらのキャミソール、またまたキャミソールをゲットいたしました。これも、グローニーのキャミソールになっております。無地のねネイビーのキャミソールなんですけど、さっきはねこういった感じの生地感だったかなと思うんですが、こっちはリブが太めになったキャミソールになっていて、結構柔らかくってこれも着心地も肌触りもいいんですが、そこのリブがね割としっかりと見えるので、なんかこうのっぺりしすぎなくってシンプルすぎなくって、これ1枚だけでも全然こう様になるというか、なんかこうまあ下着感が少なくなるかな。あんまりこういったキャミソールを普段着ないっていう方でも着やすいようなキャミソールになっているかなというふうに思います。おそらく形的には多分同じような感じの形にはなってるんですけど、こっちのネイビーの方が M サイズで、こっちのお花の方が S サイズになっているので、やや丈感だったりとか幅だったりとかが本当に微妙にですけど違うかなっていう感じです。 S と M でこんな感じなんですけど、私これこの後コーディネート組むと思うんですが、最近キャミソールとキャミソール同士を重ねるっていうコーディネートにすごくハマっていて、そういったコーディネートをしたいなって思ったので、ちょっとこういった長さに違いとかがあった方が可愛いので、下からレイヤードしてるのが見えるから、まあなんかそういった感じでちょっとこうサイズ違いでゲットしてあげるとかもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてラスト6個目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。これもグローニーのパンツなんですけれども、こちらもネイビーのパンツになっております。でこれも生地感がさっきのキャミと同じような感じで、ちょっとこういった柄ありのコットン素材のパンツになっているんですが、もうこれがめちゃくちゃ楽でした。さっきちょっと試着をねしてみたんですけど、もう超楽で、あと形もすごい可愛かったです。結構こうゆるっとさっと履ける感じっていうか、ですごい個人的にはドタイプなパンツでした。あとやっぱネイビーっていうのが私的にはポイントで、なんかブラックとかだとちょっと色がはっきりしちゃいすぎてて、ちょっと強めな印象になったりとか重たくなっちゃう時もあるかなと思うんですけど、ネイビーはブラックよりはちょっと明るめだし、結構大人っぽいカラーのイメージがあるので、個人的にはネイビーってすごいおしゃれなカラーだなと思ってるので、今回私はこちらのネイビーをチョイスしました。ウエストもゴムになっていてめちゃくちゃ楽だし、生地にこうちょっと落ち感があるっていうか、柔らかめの生地になっているので、履いた時にシルエットがなんかこうズドーンっていう感じではなくて落ち感があることで綺麗に見えるので、このパンツはめっちゃ履いちゃいそう。なんかもうサッと履けるから本当にでもお気に入りのパンツです。はい、ということで購入品はこんな感じで以上になります。今からこちらのアイテムを使っていきながら、ちょっと着回しとかもねできればいいなと思ってるんですけれども、まあ、いくつかコーディネートを紹介していこうと思います。はい、ということでまず1コーデ目こんな感じにしました。じゃじゃーん、
まずはですね、さっき紹介の時にも着ていたこちらのトップスにスカート、デニムのタイトスカートを合わせました。すごいまあシンプルな、夏といえばな感じ、こうホワイトにデニムっていう爽やかなコーディネートなんですけど、ちょっとこういうトレンドライクな形を持ってくることで一気に今年っぽさが増すかなっていう風に思います。こういったシャツとかって、まあ、ちょっとタイトな感じっていうのもあるし、シャツっていうこともあって割とこうかっちりと見えがちかなっていう風に思うんですけど、こういったデニム素材のものとかを合わせてあげると一気にカジュアルダウンできるので、こういった感じで合わせてあげるとより着やすいのかなという風に思います。実はこれ中にちょっとタイツを仕込んでいまして、カラータイツとかでも可愛いかなっていう風に思うんですけど、今回はまあちょっとオフホワイトっぽい感じのタイツを入れました。このスリットがあるので、なんか歩く時とかにちょっとこうスリットがね開いて足元が見える時とか可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということで続いて2コーデ目はこんな感じで組んでみました。じゃじゃーん。はい、これはもうグローニーのね、このセットというかネイビーネイビーで合わせたセットアップのコーディネートなんですけれども、まあ本当にシンプルなコーディネートになっているので、すごいこう楽にラフに着れる感じで可愛いかなと思います。このパンツ本当に綺麗じゃないですか、形が。私もこれ大好き、すでに大好きです。でポイント的には、今年っぽい感じでいきたいなら絶対にこうパンツはローライズ気味で腰を落として履いてあげるのが可愛いかなと思います。しっかりとこうやってね上げて着てあげるっていうよりは、ちょっとこう腰を落として着てあげた方がなんかより今年っぽさもあるし、おしゃれな感じで着こなし感が出るかなと思うので、そこがポイントかなと思います。まあ、ただこれだとちょっとシンプルすぎるというか、なんかダルギっぽく見えちゃわないかな、心配だなっていう方とかは、私も大好きなんですけど、こういったベルトとかをしてあげるとまた雰囲気が変わって可愛いです。やっぱ今こういうちょっと太めのベルトっていうのがトレンドなので、こういったパンツとかに上からポンってつけてあげるだけで一気にこうちょっとさっきよりもお出かけ感が増すかなと思うし、よりトレンドライクなコーディネートに仕上がるかなと思います。私はこのスタイルもすごい好きで、もうめちゃくちゃやってるこんな感じでございます。はい、ということで3コーデ目はこんな感じでございます。じゃーん、めっちゃ夏コーデ超夏コーデになった気がしますが、まずそのスカートですね。これすっごいふわっとしてて可愛いですよね、やっぱこれ。そしてこの切り替えがね、ちょっと落ちている感じが個人的にはすごくタイプで気に入っているスカートです。スカートに結構ボリュームがあるので、上は割とピタッとタイトめなトップスを選んであげると可愛いんじゃないかなというふうに思います。ので今回はキャミソールを合わせたんですけど、さっきね紹介の時にも言っていたキャミソールとキャミソールを重ねるっていうスタイリングを作ってみました。どうです、めっちゃ可愛くない？ネイビーにお花柄のキャミソールを重ねてるんですけど、なんか1枚で着るのももちろん可愛いんですが、1枚で着るよりももう少しちょっとこう手の込んだ感じっていうかおしゃれに見えるかなっていうので、この夏結構私もこのキャミとキャミのレイヤードスタイルは結構注目している着方なので、はい、ぜひやってみてください。このキャミのねネイビーに合わせてバッグだったりとか、シュシュもネイビーを使ったりとかして統一感を出るように意識してコーディネートを組みました。やっぱこういうホワイト系のカラーとネイビーってすごく爽やかな印象があって、夏にはすごくぴったりな色の組み合わせかなと思うので、本当に夏らしいコーディネートが組めたかなと思います。はい、ということで4コーデ目はこんな感じで組んでみました。じゃーん、さっきのスカートをねっと着回してるんですけど、それに一番最初に着ていたこの白のシャツを合わせました。結構ガーリーな感じの合わせだったので、こういったブラックの小物でしっかりと締めてあげてっていうのを意識してコーディネートをしております。シューズにねこのレインブーツを合わせてるんですけど、さっきローファーを合わせたと思うんですが、それとはまたちょっとガラッと雰囲気が変わる、本当にこのシューズ合わせるシューズでガラッと雰囲気が変わるなっていう風に思っていて、
さっきのローファーはちょっとお嬢様チックな感じっていうか、すごい綺麗めなまとまりのいい感じだったと思うんですけど、次こういうブーツを合わせることで一気になんか、なんだろう、ちょっとこう街っぽくなるというか、よりこうカジュアルにこのスカートを着れるかなっていう風に思うので、靴とかを変えるだけでも本当に違った感じの印象になるかなっていう風に思います。はい、ということでラスト5コーデ目、こんな感じで組んでみました。じゃじゃーん。はい、まずこのお気に入りのパンツね、グローニーのネイビーのパンツに、中にこのシャツを重ねてます。このシャツ本当に使える、1枚で着ても可愛いですし、こういった感じで今回のグローニーのねキャミソールを上から重ねてるんですけど、この着方もめちゃくちゃ可愛い。やっぱ袖にこうちょっとポイントが入ってるっていうか、ふわっとしたディティールがあるので、なんかこれを見せてあげるっていう感じ、ここがもうすでにポイントが入っているから、こういったキャミソールを上から重ねてあげてもこの袖口がしっかりと見えるので、すごくこのレイヤードも可愛いなっていう風に思います。で、結構このコーディネートはすごい色々とこうジャンルがミックスされたようなコーディネートなんですけど、このキャップだったりとかウエストバッグというかとかは割とカジュアルな感じなんだけど、足元はかっちりちょっとローファーで決め込んで、トップスの袖口のところはレースとかでガーリーな感じとか、すごいいろんなテイストをミックスしてコーディネートを組んでみました。でも私こういうなんかいろんなジャンルミックスするコーディネートすごい好きなので、結構個人的には気に入ったコーディネートになりました。はい、ということで今回はこんな感じで、無審査のアイテムの紹介とそれを使ったコーディネートを5体組んでいきました。この夏前の時期にセールでアイテムをゲットできるっていうのは本当にありがたいじゃないですか。私も最近もう夏間近というか、もうほぼ夏なので結構夏服を本当にお買い物ずっとしてるんですけど、そのタイミングでのこのセールっていうのは激アツだなと思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。先ほども言ってましたが、無審査の中で一番大きなセールなので、このモンスターセール概要欄にもリンクが貼ってあるので、ぜひなんか気になってるアイテムがあるっていう方だったりとか、まだチェックしてないよっていう方もこの機会に見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。